続、ブライトン三笘薫、A メディアから今季最も残念な選手に選出されてしまう。A メディアギブミースポーツは2324シーズンのプレミアリーグで最も残念な選手12人を発表し、その中の一人に三笘を挙げた。同メディアは足首の負傷による数試合の欠場があり、今のところクリエイティブな輝きを欠いていると厳しく指摘。そしてシーズン序盤の印象的なプレーは、皆を騙してこのリーグでベストプレイヤーの一人になるかと思わせたがそうはならなかったとばっさり。今季の働きぶりに失格の烙印を押される屈辱を味わうことになった。まずは怪我を治してしっかりコンディションを作るところからやり直してほしい。今シーズンはアシストも含め、決めるところで結果を出せずに数字を残せなかったのは事実であると思うので、期待されていただけにこの結果は仕方ない。皆を騙したわけじゃないけど、正直序盤の勢いから比べるとがっかりではある。厳しくマークされるのなんて当たり前だからね。各クラブのエースはマークされた上で数字を残す、ビッグクラブ以外でもそんな選手はいる。三笘はもうちょっと自分で決めるという意識を高めるべきかも。確かにドリブルは上手いし見ていて面白い選手なんだけど、もしブライトンのエースとするなら明らかに物足りなく感じてしまう。三笘はシュート技術やキックの精度が見ていて低く見える。って厳しいと思われるかもしれないが全くその通り。期待外れ、これでいいと思う。特別扱いなんて誰も望んでいないからね。名誉なことだ。誰も期待してなかったら活躍しなくても別になんとも思われないからな。